定地下組合長の今野です。3月になりました。2023年4月1日に本格稼働した市部島1年を迎えようとしています。一番良いものを作る姿勢、市川誇りに思う気持ちが込められた市部地。市川市の野菜生産はトマトやネギを中心に100種類以上の新種を扱っています。今回は市部地を使ったレシピを紹介してください。お願いしますよ。袋詰めの野菜をしっかり使い切るレシピをご紹介する地場野菜丸ごと使い切りエコクッキング、今回はなんとこちらの方にお越しいただきました。こんにちは、JA市川の近野です。はい、近野組合長です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は組合長自ら料理の腕前を披露していただけるということなんですね、はい、ちなみにご自宅では普段料理はされるんですか？はい、自宅ではシェフ近野って言われてます、はい、シェフ近野、楽しみですねよろしくお願いいたします、はい、さて今回は、はいはい、こちら市部地を使ったレシピをご紹介いただけるということなんですけれども、どんなお料理を教えていただけるんでしょうか？まず、チャーハンを、はい、作ろうかなと思っています。はい、まあ、ネギを使って、レタスを入れて、うん、ちょっと卵を多めに使ったチャーハンを作ろうかなと思っています。はい、チャーハン美味しいですよね、はい、とっても楽しみです、それでは材料はこちらです。ご飯お茶碗3杯分、長ネギ1/3本、レタス2枚、卵2個、サラダ油またはラード大さじ1、塩小さじ1、お好みで胡椒少々です。では早速作っていきましょう。はい、はい、じゃあ今日はネギからいきます、はい、切っていきます、できれば包丁は先が野菜、手前がお肉、そういうようなことを覚えていただければありがたいです。はい、でネギはこう刻むんですが、はい、こういう輪切りだと、町中華になっちゃう。で今日作ろうとしているのは、まあ、高級中華料理店というような中華で、はい、縦に割ります。切れ目を入れちゃう。でもっと細かいネギを作る。で、まあ、私のチャーハンは高級中華料理店のチャーハンなんで、はい、まあネギからも高級中華料理店のネギを使いましょう。はい、じゃあ細かく切っていくということですね、はいはい、レタスはすぐ火が通るんで、まあ、このぐらいの大きさで細かく切りまして、はいはい、一口大に入るくらいがいいですかね。置いておきます、はい、そして次に卵を、今日は卵多めに、片手割りかっこいいですね2つ使ってですね、はい、卵を溶いておきましょう、はい、フライパンにラードを入れて、まあ、ラードが全部溶け始めたら、はい、卵入れちゃいましょう、はい、卵は2つ分ですね。ここで火があまり通らないうちにご飯を入れます、はい、なるほど、これくらいの時に入れてしまうのがいいですね、はい、はい、そうすると卵の色がついて、はい、卵チャーハン見たくなるんですが、まあ、これで少しご飯を叩いて細かく、はい、ほぐしていくような、はい、卵と絡めて焼いていきましょう、はい、高級チャーハンは塩だけで味をつけるといいですね。なるほど、はい、シンプルな味付けで、はい、町中華だとちょっと醤油を垂らしたり、そういう一味加えた料理にするといいですね。さすが、いいですね。やっぱチャーハンといえばこのフライパンさばきですよねはい、そしてネギを入れています。ネギを入れました。でネギが馴染むまで、うん、おかっこいいですね。シェフですよ、シェフシェフ今度は出てますね、はいはい、かっこいいです。先に塩で味をつけます。はい、私の手でこのぐらい、もう一杯ぐらい、はい、
でレタスはすぐ火が通りますので、はい、最後の仕上げぐらいでレタスを入れます。はい、仕上げに行きます。はい、では最後にレタスを入れていきます。まあ、お好みでレタスが好きな人は少し多めに、はい、うん、ということで、まあ、色もつきます。鍋を振ってあげれば火が通ります。いいですね。美味しそうですどれくらいまでが目安のこれでいいですね、はい、もう少しレタスが馴染んだらこれでいいと思います。はい、そうしたらこれにおいしそうですね加えまして、はい、レタスを入れて、はい、まあ、このぐらいが1人前になるのかな。はい、しましたら皿をひっくり返す。はい、はい、あーすごい、こんなですね。はい、はい、レタスチャーハンの完成です。はい、いや、とっても綺麗です。彩りとしても、ね、レタスが最後に少し足して、はい、綺麗な緑色が映えますよね。もう市川の野菜ですから美味しいですよ。はい、ではレタスチャーハンの完成です、はい、それではレタスチャーハン試食していきたいと思います。いただきます。うん、うん、美味しいですね。よかった、はい、本当に塩だけの味付けでこんなにも旨味といいますか、うん、美味しいんだなっていうのも新発見でしたし、またこのレタスのシャキシャキ感もねあってとっても美味しいです。ご飯もふわふわかつパラパラで、はい、はい、とっても美味しかったです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回はいちベジを使ったレシピご紹介してきました。改めていちベジについて少し教えていただけますか。はい、いちベジ、市川にはたくさんの野菜があります。食べてわかるいちベジの納得感を楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもいちベジを使ってチャレンジしてみてください。ということで今回は組合長ありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。